以上です。この箇所から、大島先生よりあなたの名を呼ぶ神という題で御言葉を取り次いでいただきます。おはようございます。大島茂則と言います。KGK という学生伝道の働きに、アメリカだとインターバーシティというところで、総主事をこの3月までやって、鳩ヶ谷福音住教会の牧師もしています。あと、PBA っていうラジオ番組の木曜日をパーソナリティをやっていたり、バッド・ザ・パスターズっていうですね、ポッドキャストの番組を持ってるんですけど、まあ、結構聞いてるよっていう人がいらっしゃったら、ステッカー差し上げますので、また声かけてください。本当に日本も大変な状況で、そしてハワイも来てしばらくして大変な状況にどんどんなってくる中で、今日皆さんと一緒に神様の前に集められたこと、本当に嬉しいなと思います。僕はこの空港を降り立った時ですね、日本でもガチガチに緊張してこわばってた心がですね、ハワイに入ってなんかほどけていくような気持ちになりました。まあ、今日この教会でね、かおりちゃんからペン取られましたけどもいや、また香織ちゃんのペンだったと思いますけども本当に皆さんのお顔を見て賛美を捧げて、なんか涙が出てくるような、そんな思いがしています。今日も皆さんを集められた神様が語ってくださる言葉があります。神様が用意されているその御言葉に聞いていく、そんな時を持っていきたいと思うんですね。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆をあがめて賛美をいたします。神様、恐れるな、私だ、しっかりしなさい。イエス様が今日も声をかけてくださって、私たちの手を引いてこの場所にあなたは連れてきてくださいました。私はあなたに語りたいことがある、そうおっしゃる神様、あなたの御声を聞きたいと願う者たちが今日も礼拝をしたいと願ってここに来ました。どうぞ神様、あなたの言葉を聞かせてくださって、力を与えられて、元気を与えられて、今日ここからまた私たちを使わせてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の中にザーカイという人が出てきます。このザーカイという人の名前は、正しい人、純粋な人っていう意味があるんですね。日本の名前で言うと純君とかですね、正さんとか、清君とか、大体そういう名前になるんですよ。ザーカイの親もユダヤ人だったので、おそらく神様の前の正しさを身につけてほしい、そんなことを願ってですね、その名前をつけたんでしょう。じゃあザーカイがどういう人だったのか、聖書の中で4つほど出てきます。一つは、彼は主税人の頭だった。もう一つ、金持ちだった。さらに、背が低かった。そして7節を見ると、彼は町で罪人と呼ばれている、そういう人だったっていうことが分かってくる。で、この背が低いって書いてあるんですけども、聖書がですね、人間の見た目について書くっていうのは珍しいんですよ。イエス様が本当にどんな身長だったか、ロン毛でフッサーみたいなね髪型どうだったかとか、一切本当は分かんないんですよ。しかし聖書があえてそのことを書くときには、その人の人生の何か意味を持つときですよ。で、実は聖書の中で背が低いと書かれているのはザーカイしかいないんですね。逆に背が高いって書かれている人にゴリアテって人がいますけども、彼の身長は2メーター86あったっていうんですね。もうとてつもなくでかいわけですよ。さらに他にはサウルって人も、全てのイスラエル人は彼の肩ぐらいだった。で、聖書が背が高いっていうと、もうこれは2メータークラスの高さになってくる。逆に背が低いと言われると、本当に低かったんだろうなと思うんですね。で、この背が低いってなかなかね、刺激的な話題だと思うんですよ。で、私の身長は小学校6年生から1センチも伸びてないんですよ。で、6年生でこれぐらいあるってね、結構前になれとか言ってあるでしょ。一番後ろでこうやって偉そうに立ってたんですね。
でも中学なり高校なるとですね、だんだん前になれが前の方に行くわけですよ。で最後は一番前でこうやって立たなきゃいけないわけですね。で僕は中学高校バスケ部やってて、でバスケ部っていうのは背が高い方が有利なんですね。だからなんとか背が高くなりたいと思ってた。その当時読んでた少年ジャンプのね、一番後ろのページにこれであなたも180センチっていう広告があったんですよ。なんか分かんないけど、この無料のはがきを書くと無料お試しキットプレゼントって書いてある。でそれが届くと自分も180センチになれるんだと思って、名前も書いて住所も書いて机の上に置いてたら、うちの姉ちゃんがそれを見つけて、重則アホかって爆笑したんですね。こういう時ね、笑ってる方はいいんですよ。しかし笑われてる方は傷つくんですね。なんで俺はこんな身長に生まれたんだろうか、もっと背が高かったら俺の人生違っただろう、あるいは私たちは性格とか見た目とか自分でどうしようもないものをバカにされると悔しいですよ。自分の見た目がもっとこうだったら、自分の性格がもっとこうだったら違ったんじゃないか、こういう思いはだん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 人を歪ませていきます。そしてこのバカにされた気持ちをどこに持っていけばいいのか、俺をバカにしているやつらを見返してやりたい、これは一つですよ。見返すには実力をつけるしかないんです。やがてザーカイは酒税人という仕事を選びます。酒税人はこの当時ローマ帝国に支配されていた。そしてローマ帝国に税金を納めるための税金を集める仕事というのが酒税人という仕事。そしてこの当時はだいたい世襲、親の仕事を受け継ぐのがそうであったにもかかわらず、酒税人は世襲制を認めなかったんです。つまりザーカイは望んでこの仕事に飛び込んだんです。まずこの職業に対して国民感情は、自分たちの侵略して治めているローマに税金を集めるなんてそもそも面白くないわけですよ。しかもそのローマの手先になって、おい税金だ税金だって集めてくる酒税人なんかは嫌われるわけですね。さらに嫌われるのには理由があるんです。それは普通5万円の税金のところを10万って言って5万円を懐に入れてたんですね。みんな酒税人がそうやってるってことを知ってたんですよ。ザーカイは酒税人が嫌われるなど花から分かっていたんですよ。しかしここにザーカイの歪みの行き先があったわけです。この当時真面目なユダヤ人たちが、神様を信じるユダヤ人たちが一緒にご飯を食べるのをやめた方がいい人リストっていうのが今も残ってるんですけども、そこに罪人やさまざまな罪を犯す人たちと並んで酒税人という仕事がありました。彼はこの酒税人業界に飛び込んでいって、あ、勉強させてください、お頑張れザーカイ、お前頑張っていけよ。彼はその後メキメキ仕事をしてガンガン出世していったんですね。そしてこの町では知らない人はいないほどの金持ちになったんです。酒税人の頭にまで上り詰めていったんです。しかしそれとともに彼は町で罪人だと言われるようになった。彼は裕福にはなりました。しかし幸福じゃなかったんですよ。何かがずれてたんです。こんなはずじゃなかった。私たちもね、一番初めの動機というのはそれほど間違っていないことが多いと思うんです。ザーカイにとっても誰からも嫌われることなく
正しい人生、いい人生を送りたい。何も悪くないですよ。周りにも友達がいっぱいいて楽しくて、そんな人生を送りたい、正しいことですよ。おいしいもの食べたい、ポキが、おいしいポキが、ポキ合ってます？めちゃくちゃおいしかったですけど何も悪くないですよ。しかし、おいしいもの食べたいという思いが物を盗むってことになることだってあるわけですね。誰かのことを愛したい、それがストーカーになるってことだって人間にはあるんですよ。こういうのを願いがずれていくと言います。最初の 0.0001 度、私たちの生きてる軸がブレてるんですよ。本当はこうしたい、こんな風に生きていきたいと願いながら、最初のこの軸が 0.0001 度ずれているために、自分の大切な夫を愛したい、自分の大切な家族を愛したい、子供たちのことを愛したいと願いながら、愛したい愛したい愛したい、気がつくと愛することから程遠い自分がいる。ザーカイは確かにいろんなものを持っていたです。しかし、本当に大切なもの、本当に彼が欲しいものを持っていなかったんです。この根本的に軸がぶれている、狙った的を外しているという言葉こそ、ハマルティや罪という言葉なんですね。そんなザーカイの住んでいる町に、この日イエス様が来られました。町ではイエス様が来るのを見ようとして大群衆が集まっていた。もういろいろなところで聞いて、イエス様の話聞いたら、なんかもうハートがビンビンバンバン来るらしいよ、こんな話聞きにいいからな、アラモは何気あったと行くで、行こうと、ね、イエス様触ったらバシーン癒しが起こる、行くよ、みんなが集まってきたわけですよ。しかし3節、彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。しかしザーカイが通りに出ていくと、荒野の間の駐車場を止めると、もういっぱいだったわけですよ。しかし、ここでザーカイはね、3、4節を丁寧に見ると、イエスを見るために木に登ったとあります。ここでザーカイはイエス様に声をかけようとしてここに来たんじゃないんです。イエス様に話を聞いてもらおうとして、お祈りしてもらおうとしてここに来たんじゃないんですよ。もし彼の人生が切羽詰まっていたら、イエス様私を助けてください、イエス様私のために祈ってくださいと言っただろうと思うんですよ。ザーカイがね、本当にイエス様に出会いたいと思ってたらですよ、もうずっと背が低かったんですよ。花火大会ね、金曜日の夜、ワイキキのビーチで行っても、俺いつも背低いから無理とか、そしたら本当はね、前の日からね、場所取りしてたらよかったの、ブルーシート引いてザーカイさんの場所って言ってね、あるいは主税人の頭ですから、自分の部下を送ってね、おいお前取っとけと、で後からあっつって行けばね、最前列取れたんですよ。しかし、主税人の頭にまで上り詰めた男ザーカイ、町では誰も知らない人はいない金持ちであったザーカイ、また自分を罪人呼ばわりする群衆を前にして、なんだかんだ言ってもザーカイも神頼みかと言われたくはなかった。自分のプライドを捨てて、自分の築き上げてきた人生を捨て去るような真似はできなかった。なぜならば、彼は今まで築き上げてきた人生の価値観が、プライドがあったからですね。ザーカイは自分からイエス・キリストに声をかけようとはしなかったんです。ザーカイとイエス・キリストの間には、この日、イチジクグアの木の高さのような距離がありました。そのザーカイの登った木の下にイエス様がこの日来たんです。5節、
イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に降りて、あなたの家に泊まることにしてあるから。イエス様ザーカイを木の上に見上げて言われたんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。驚いたと思うんですよ、ザーカイは。なんで俺の名前知ってんのと。イエス様は、大切な私たちの名前を呼んでくださるんですね。ねえねえ、そこに木に登っている変な君とかね、酒税人の頭とかね、おい罪人とかね、そうじゃないんですよ。名前を呼んでくださった。自分から声をかけることができないザーカイに対して、イエス様の方から声をかけられたんですよ。そしてこの続き、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからというのは、絶対に俺は今日あなたの家に泊まることにしたい、もうそう決めていた、ずっと前からあなたの家に行くと決めていたという強い熱心な意味を持った言葉なんですね。この時ザーカイにとってイエス・キリストはエリコの町を通り過ぎていくだけの人だったでしょう。有名人だったら一回は見ておこうかと思ったぐらいの人だったでしょう。しかしイエス様にとってザーカイは通り過ぎていく存在じゃなかったんです。私は今日絶対にあなたと出会う、あなたの家に泊まるつもりだ、それほど大切な人なんだと、ハルトマンという人は言いました。私たちは大勢の人に出会うが、本当の意味で出会った人が何人いるだろうか。真に出会うとは、相手を愛の目で価値のある大切な存在として見つめる出会いだ。逆に真に私を見つめてくれる人が何人いるだろうか。私たちは表面と表面で触れ合うだけで寂しく別れてしまうのだ。ある時結婚セミナーっていうのが教会であってごめんなさい、講師の方がですね、今から夫婦で隣り合わせに座ってくださいって言われた。そしてお互いで目と目で見つめ合ってくださいと。そして相手の名前を心を込めて呼んでくださいと。で、心に響かなかったらうーんうんと首を振ってくださいって言われたんですね。で、僕は隣の妻がいて、言うかって言うと、言うか、ひたすらこの繰り返しをやったんですよ。しかしあるご夫婦が、奥様の方がポロ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 涙を流されたんです。自分は今までおいとかお母さんとか、教会でも〇〇さんの奥さんとしか言われなかった。でも自分の名前を愛を込めて、こんなに愛のこもった言葉でこんなに呼んでもらうと、こんなにも嬉しいんですね。イエス様は私たちの目を見て愛を込めて呼んでくださるんです。僕は学生伝道を長く20年やってきましたが、ある学生がこう言いました。うちの親はずっと自分のことを愛してくんなかった、引きこもっている自分は恥ずかしいって言って、名前すら呼んでくんなくなった。でもイエス様だけは違ったんですよ。イエス様は続けて言いました。急いでその木から降りてきなさい。ザーカイが登っていたあのイチジクの木、そこはザーカイとイエス・キリストの間には木の高さほどの距離があったんですよ。それはザーカイが自分からは声をかけようとしない、自分からは神を求めようとしない、自分からはキリストに祈ろうとはしない木の高さほどの距離だったんですよ。そこからイエス・キリストは降りてきなさい。
私たちは誰もそう簡単に譲ることのできないこだわりっていうものをみんなそれぞれが持っています。クリスチャンにとって信仰はそのこだわりだしプライドですよ。しかしプライドもこだわりにも余計なこだわりというものがあります。そのこだわりが人と人との間を距離を作るということがあります。大切な人を傷つけるということがあります。夫婦の間でも愛し合っているのに、愛したいと思うのに距離を取ろうとする私たちがいます。この日ザーカイとエリコの町の人の間にもイチジクグアの木の高さのような距離がありました。それはザーカイの余計なこだわり、余計なプライドだったんです。最初は自分をバカにするやつらから距離を取りながら自分を守るために必死に登っていったんです。なんとか自分の価値を高めていこうと、傷つけられたくないと思って、バカにされたくないと思って、必死になってしがみつきながら登っていったんです。しかし、傷つけ合うほどの木の高さがあったんです。私たちはそれぞれ自分のこだわっているもの、自分のこだわっている生き方にしがみつきながら、互いに裁き合うっていうことがあります。ザーカイは主税人の頭にまで登り詰めました。しかしそれはイチジクグアの木に登っているような人生だったんですよ。イエス様はそこに声をかけられたんです。その木からザーカイ、早く降りてきなさい。あなたの人生の余計なこだわりから降りてきなさい。神なんていない、頼れるのは自分しかいない。そうザーカイと神とを隔てる距離、そこからもあなたは降りてきなさい。私たちはクリスチャンになっても神様の前から距離を作ってしまうってことがあります。ザーカイという信仰的な名前、親の望んだ信仰から自分は自分でやっていくと言いながら登っていく木の高さ、あの人と自分は違うんだよね、そうやって人を裁いて教会の中で生まれてくる木の高さ、皆さんは今日どんな木に登っているでしょうか。私は正しい、そうやって上に登り人を蔑みしがみついて疲れ果てている。今回日本で世界中でウイルスの心配があって、情報が入ってくれば入ってくるほど不安で体がこわばって、でもイエス様はこの礼拝に私たちの名前を呼んで招いてくれて、急いであなたの登っているその木から降りてきなさい。イエス様は私たちの下に来てくださる方ですよ。もっと高いところにいて早く俺に追いつけ、早くでかくなれ偉大になれというよりも下に来て、高慢になり高ぶり人を裁いていたあなたが早く砕かれ降りてくるようにと、ザーカイはこの日降りてきました。自分の人生に何が起ころうとしているのかまだ分かんなかったでしょう。しかしザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。ザーカイがイエス様を迎え入れた時、そこで何が語られて何がなされたのかは聖書は何も記しません。しかしこの日ザーカイの人生が変わったことを聖書は明らかにするんです。彼は言います。主よ、私の財産の半分を貧しい人に施します。誰かから騙し取っていたらそれを4倍にして返します。ユダヤの法律では騙し取っていたお金は倍返しと決まってたんです。しかしサーカイは4倍にする自発的な言葉です。
何より彼は今までどれだけ騙し取っていたものがあったとしても認めようとしなかったんですよ。しかしこの日彼は初めて俺の人生には騙し取っていたものがあったって認めたんですね。罪があるって認めたんですよ。ともみちゃんのリュックにも重いのが入ってるんですよ。いい人だと自分のこと思っていてもね、あの人はいい人だと思われていてもね、私たちの中では騙し取っていたものがある。でもそれを認めたら人からどう言われるか分かんない。しかしザーカイはこの日自分の人生で騙し取っていたものがあると認めても怖くなくなったんですよ。それは周りの人たちからどう言われようが、イエス様は俺ん家に来てくれた。このイエス様がザーカイの家に行ったことで、うわーアラモアナまでうわっと集まったのね、大群衆が、うわがっかりだと、イエス様あいつん家泊まんのと、あそこの家だけはないってそんな男のとこ行ってくれたんですよ。やっぱりワイキキ来たら、やっぱりホノルル来たら冬木先生のとこ行った方がいいでしょうとかね、いや冬木先生もちょっとやばいとかね後で怒られる気もしていますけどザーカイんちだけは行っちゃダメだったんですよ。評判がもうだだ下がりなんですよ。しかしザーカイんちに来てくれた、この愛に触れた時、ザーカイはこの愛に抱きしめられた時、自分には騙し取っていたものがあると認めても怖くなくなったんですよ。今までお金を得ることによって自分の人生の価値が高まると思っていた彼が貧しい人のことを考えるようになったんです。与えて生きることも怖くなくなったんですよ。聖書には悔い改めという言葉があります。この悔い改めっていうのは方向転換という意味ですよ。私はこの後ザーカイが主税人という仕事を辞めたとは思えないんですね。これほどルカ福音書に出てくるザーカイがこの後一度も出てきません。今度は彼はこのエリコにとどまって正しく税金を集めるというやり方を持って向きを変えたんですね。お金が悪いわけじゃないんですよ。そのお金を正しく用いることができなかったところから向きを変えるんですよ。愛したいと願っていてもなお愛からほど遠くなっている私たちに、イエス様は今日あなたの木の下に来て、急いで降りてきなさい、向きを変えて急いで降りてきなさい。イエス様を信じるっていうのはね、浮世離れしていく方向じゃないんですよ。イエス様は、変な話ですけども、この時ねザーカイの家に行かれてザーカイを招かれたんですね。今日もイエス様は私たちの家に来てくださるんですよ。愛のなかった自分から、自分だけが偉そうに、自分だけが正しいもののように主張していた私たちが、高く高く木に登っていて見下すように生きていたところから、今日この後イエス様はおっしゃいます。今日救いがこの家に来ました。あなたの家に来てくださる主はあなたの家族を愛の中に向きを変えて、許しの中に向きを変えて、裁いていたところから悔い改める方向に向きを変えて、愛せる者へと変えていってくださる。私はいろんなところにキャンプ行ってね、中高生たちに話す、今日もユースのキャンプがあるって聞きました。あるキャンプでメッセージしていたら、
ある女の子に出会ったんです。キャンプ楽しいか、うん、めっちゃ楽しい。でも家帰ったら最悪や。なんかあんのか。でもその後すぐ集会だったので、彼女の話を聞けずに集会に入りました。そしてメッセージをして、今から家族のために、親のためにお祈りしよう。そしたら彼女は僕を睨みつけてきたんです。ああ、彼女は自分の親のために祈れないんだなと思ったらなんだか泣けてきて。集会終わったら彼女は僕に近寄ってきてね、先生なんで泣いてんの。いや、親のために祈られへんねやろ。なんかあんのか。うん。彼女は話し始めたんです。自分がずっと自分の親に殴られてきたこと。小学校3年生になった時に、お前のほんまの親探しに行けって言われて、自分の父親じゃないって知ったこと。よその家に行ったら親は子供を殴んないんだって思ったら人ん家は行けなくなったこと。先生、神様おんねんやったらなんで私の人生にこんなことあんの。私はよう生きてきたなとしか言えなかったですよ。ええから今度うちご飯食べにおいで。彼女は絶対ありがとうって言わないんです。してもらったことないから。ええからご飯食べにおいで。何やったら泊まりにおいで。泊まってってもええで。おばあちゃん電話してあげるから。彼女はいつもそんなん困る、そんなん困る、祈るぞ、じゃあお祈りしようか。出たお祈り、聞かれませんけど。でもそのうち彼女はうちの家に来るようになって、うちの家に来るときはただいまって言ってくるようになって、自分家帰るときに行ってきますって言って、私大島家の長女やねんって言いながら、でも私はその後関西から金沢に行かなきゃいけなくなったんです。刑事系の仕事で。彼女怒ったんですよ。先生、私自分の人生の話したん先生が初めてやで。何勝手に聞いといて勝手に行こうとしてんの。しばくでって言われてそうかって言いながら、しばらくしたら、先生も金沢行ってええで。私な、お父さんでいけた天のお父さんや。彼女はお祈りするときに父さんって言ってお祈りするんですよ。私にはもうお父さんできたから、先生はいらん、はよ金沢行き。彼女は今オーストラリア住んでますけど、この間メール来ました。先生、私彼氏できた、吐いてクリスチャンやで。男なんて絶対好きになるなんて思えんかったのに、超ビビる。でこの間来た時に、先生私な、今親のために祈んねん。親のこと祈ったらな、胸がギューって痛くなる。彼女は親を憎むことで自分の人生を守ってきたんですよ。しかしイエス様の愛に出会った時、親を憎んだまま生きる人生はやめたいって思ったんです。イエス様の愛に触れた時に、親を許して愛して生きていきたいって思ったんですよ。しがみついて親を憎むことで守っていたその人生の手を離して、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日救いがこの家に来たと。今日皆さんの下にイエス・キリストは来てくださっている。あなたが一生懸命一生懸命生きてきた人生、
あなたが一生懸命一生懸命こだわってきて守ってきてきた人生でも、そこにイチジクグアの木の高さのような距離がある、そこから急いで降りてきなさい。このキリストの言葉に従って、私たちは今日主の前に降りてきたいと思うんです。その時、私たちよりも早くあの家に行ってくださるイエス様が私たちを迎え、救いがこの家に来ました、この言葉をあの家で主から聞いていきたいと思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆をあがめて心から賛美いたします。今私たちの名前を呼んでくださる主が、随分と高いところにまで登っていった私たちを、過ぎ去った一週間でもイエス様の声なんて聞こえないほど高く高く登っていた私たちのことを、今日も諦めずに私たちの下に来てくださって、今日も諦めずに私たちの名前を呼んでくださって、急いでその木から降りてきなさい。主を許してください。あなたの言葉よりも私たちは私たちの感情を大事にしてきました。町の人を見下していたザーカイのように、人を見下し高い高い木に登っていた私たちを、主どうぞ許してください。今しばらくメッセージに応答し、お一人お一人の言葉で祈る人と今日持ちたいと思います。あなたが長く登っていたその木から降りてくることができるように、この救いを受け取ることができるように、まだイエス・キリストを信じ受け入れていない方にとって、今日が救いの日、今日が決心の日、今日が恵みの日となることができるように、まだ信じることがわからない、でもこの愛に従っていきたい、この愛に応えてみたい、そう思われる方はイエス様あなたを信じたい、そのように祈っていただきたいと思います。ハワイの主であるあなたが、世界の主であるあなたが、へりくだって私たちの下に来てくださり、今日も不安と恐れに満ちているこの世界のただ中で私たちの下に来てくださって、私たちの名を呼んでくださる主が、今日も愛を持ってこの礼拝の場所で私たちを迎え、よく来た、そのように迎えてくださる主がおられることをありがとうございます。私たちは高く高く登っていました。しかしそんな私たちを諦めることなく招いてくださる主がおられるならば、主を降りていくことができるように、いや降りていきます。主を愛する者へとしてください。許す者へとしてください。変えてくださいますようにお願いします。まだ信じることをためらっておられる方にとって、神を信じないというその木の高さからも今日降りてくることができるように、イエス・キリストを信じ受け入れることができるように、子供たちの上にもあなたが望んでください。私たちの子供たちがイエス様を信じる、そのような子供として愛されて生きることができますように、この日の礼拝を心から感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
大島先生ありがとうございました。あんまり僕も背が低いとか好きじゃないです。でも僕今日初めて背が低くってよかったなって、イエス様に愛されてるなってすごく感謝できました。本当に自分が誇りに思えないようなこともたくさんある中にあって、そんなものをイエス様が愛してくださっている、本当に心から感謝できることが幸せだなと思いました。それではご起立できる方はご起立いたしまして、一緒に応答の賛美をしていきたいと思います。